はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第320回でございます。今回テーマがですね、感情を捨てたいというテーマで喋っていきます。ちょっと重たそうな話に、テーマ的にね感じるかもしれないんですが、そんな重たい話じゃないと思うこう予防線張ったわと思うんですが、よかったら最後までお付き合いください。で、今日はですね、珍しく、ダラダラジオを投稿する当日、今夕方の4時ぐらいですねに撮っております。だいたい前日に撮るんですけど、ちょっとスケジュール的に無理でね今撮ってるんですが、今日午前10時にちょっと世界禁煙デーなんですよね、今日が。なのでタバコに関する動画撮ったんですけど、ツイッターでもツイートしたんですけど投稿してね30分です100人減ったん登録者びっくりした。なんでと思ってついツイートしちゃったみんな拡散してってそうその分はねまた増えたんでよかったんですけど、結構今日の動画で編集とかも時間かかって、なんだろう、個人的にもすごく大事なテーマだと思ったんよ。ちょっとこれそのテーマ喋っちゃうとずれちゃうんだけど、ちょっとだけ話させて。うちね、父親はずっとタバコ吸ってて喫煙者だったの。で、俺が大学生の時かな、多分タバコが値上がりするタイミングかなんかでやめて、今では吸ってないんだけど、そうで喫煙がさ良くないって分かってるんだけど、知識もなくさ、あれは悪いことみたいなっていうのって違うと思ってて、ちゃんとある程度の知識を得た状態で、なんでダメなのか、なんで危ないのか、なんで良くないのかみたいなのを知った上で、でも別に法律で許されてるからさ、だからタバコ吸ってる人が全部悪人みたいな風に言う人いるけど、それは違うと思うのね。そうだからちゃんとした知識というかね、知ってほしくって、もっと詳しいこと本当は喋った方がいいんだろうけど、でも動画なんでね、触りの部分だけでも知ってもらえたらなと思ってあんなの喋ったわけなんですが、もう結構ねちゃんとした話したつもりだったんだけど、そういうのが減ってびっくりしたみたいな話愚痴から始まりましたけど、今回はねその感情を捨てたいということで、それは、喜怒哀楽、感情のね基本的な喜怒哀楽全部を捨てたいとかそういうわけじゃなくって、自分の中のさ感情でいらないなって思う感情みんなありません？これ必要ないよっていうやつ、いろいろあるかもしれないんだけど、自分の中で思っているのは嫉妬、妬みです。はい、これが本当に邪魔、俺は生きていく上で。もともとですね、小学校の時からものすごい俺負けず嫌い、もう自覚があって周りにもすごい言われてましたけど、負けず嫌いなんですよ。今でもそうなんですけど。で、YouTube、ごめんなさいね、ちょっと外が急にスコールみたいな雨降ってきたからびっくりしちゃった。そうで YouTube ってさ数字の世界なので、どうしても気にしようと思ったら気にするわけで、この明日でちょうど丸8年が経って YouTube9 年生になるんですけど、私。数字を気にしないでいられた日なんて一日もないんですよ。もう最初の日から数字気にしてたし、で今でもそう。最近ね、ありがたいことに登録者とか割と増えるようになったけど、それでも毎日へこんでるよ、いろんな人と比べて。すぐ比べるから、人と。そうでやっぱり嫉妬とか、妬み、やっかみっていうのが心の中に出てくる。でそれをプラスのパワーに還元できたらいいんだけど、なかなかそううまくいかないんだよね。みんなからすれば勉強ね、頑張ってるみんなからすればやっぱり勉強っていう面、成績とかねテスト結果っていう面でさ、比べてしまう人がいるかもしれないし、今はネットがね SNS がこれだけ普及してるから、 SNS 上顔は見たことないけれど、その SNS 上で仲良くしてる子とかの頑張ってるのを見たりすると、うわー比べて、うわへこむわーってねなる人もいると思うわけよ。でそれをねなんとか捨てられないかなと、つまりやっかみとかそういうのが出てこないようにできないのかなって結構考えてた時期があって、で結論とすると無理だってなっただから今回動画のタイトルをさ、その嫉妬しない方法とかにしてないでしょ。でないんだもん、見つからなかった。そうでじゃあどう切り替えたかって、切り替えられたかっていうかまだうまく使いこなせてないんだけど、でもよく自分がさいろんな動画で喋るんだけど、いいじゃんって思う気持ちってすごく大事だと思ってて、自分に対してそれでいいじゃんって、自分を否定することってすごく簡単なの。めちゃくちゃ簡単じゃない？多分他人を否定するより簡単だと思う。いや分からん、他人を否定する方が簡単な人いるか、いるけど、でも大体の人がそうじゃないよね。自分を否定する方が楽、他人を否定するよりは。で自分のダメだと思うところ、嫉妬してる自分がダメとか、ね、思っちゃってるの、焦ってる自分がダメとかいろいろあると思うんだけど、そう思うのは楽だ。でも違うなと。だって例えばさ、焦ったりとか、嫉妬したりとかもそうなんだけど、なんでそう思うかって、そこにちゃんと思いがあるからなんだよね。だって全く自分が気にしない世界だったら何とも思わないはずなわけよ。じゃない？うん、で、自分の中でさ、いろんな心の面があって、それが何かが、引っかかるから、そこにそういう思いが出てくるんだと。だからまずはそれだけ自分がそこにちゃんと思いがあるんだなって、あ、ハイチ頑張ってんじゃねえかっていう風にある程度思ってあげようと。うん、でもそれだけじゃね、丸く収まらないわけよ、 YouTube なんて特にそう思わないんだけど、じゃあどうするかって考えて、そのさ、うまくいってる人とかの数字見る、自分はさ、ずっとエンタメの人を見てきてて、だからなんだろうな、3、4年前とか2、3年前かとかだったら一番見てたのは花尾さん。うん、俺花尾さん本当大好きなの。コラボさせてもらう前から好きだったし、で実際コラボさせてもらうようになってからもすごく人としてもできてるから大好きだからこそ、負けたくないってすごく思ってたので、今思ってるけどね。でもちろんさ、もう全然レベルが違うし、再生数にしても登録者にしても全然違うわけよ。でやっぱエンタメとその教育っていう分野だと、難しいじゃん。教育戦いにくい、それも分かってる。でも教育だから仕方ないよねっていうのは絶対違うと。そうで、クソどうすればいいんだって思いながら、でも自分ができることって、面白いこととかできないし、授業を取ることしかできないから、じゃあこの授業ですることしかできない、ね、できないけれど、ちょっとずつちょっとずつ着々と増やすことは自分の努力でできるんじゃないかなって思ってずっとやってた。ほんと3年前とかもうそんな思いだけだったもん。で去年ぐらいからはもちろん花尾さんとかね、もう見てるけど、数字もね見てるけど、やっぱり今教育でね一番勢いがあるのはやっぱ呼び名の匠なのよね。匠くんなわけよ。でそのやっぱ彼の存在ってやっぱでかいよね。うん、レベルが違うわけよ。もうほんとレベルが違うわけだけど、でも彼がやってる活動を見ていると、動画とかも最近はさ、毎週日曜日ネタやってるでしょ。そうお笑いのね方の パロディっていうか、理系ネタのお笑いと組み合わせたもの投稿してるけどさ、もうあれとかも素晴らしいわけよ。すげえ面白いなと思うし、うん、でああいった才能、その自分をなんだろう、プロモーションしていくというか、そうやっていくところの力とかもすごいし、彼は。でそれに刺激を受けて、もう何度やつにクソーと思ってるか。そうでもそれはやっぱりあいつのことが本当に好きだし尊敬してるからこそ、そういうのが出てきてると。でやっぱりあいつがいたから、自分もすごいもがいて考えて、こうそれをエネルギー源にしてきたのは間違いないの。そうでそれを振り返った時に思うよ。やっぱりそうやって嫉妬とかやっかみとかの気持ちはたくさんあったけれど、それをなんとかして結局エネルギーに変えて動いてきたと。いや、もしかしたらそういう思いがなかった方が辛くなかったかもしれない、うん、でも結論として、その時にもがいてて何もできてねえよバカって思ってたかもしれないけど、実は何もできてねえよって思いながらお前は動いてた、俺ね動いてたじゃねえかっていうふうに思った時に、その瞬間ね、その今例えばみんな自身がさ、いろいろこうもがいてるかもしれない、何もできてない、頑張れてないって思ってるかもしれないけれど、振り返った時には実はその瞬間切り取った時は動いてないかもしれない。もううわーってなりながらベッドの上でゴロゴロしちゃってるかもしれない、 YouTube 見ちゃってるかもしれない。でもそれを1日1週間1ヶ月単位で切り取った時には、そうもがいてた時間があったから頑張れて、結局頑張れてたっていう風にできる可能性ってあるし、そうなってるはずなんだよね。だから今回何が言いたかったかっていうと、みんなにとってね、うわーってなってたりとか、いらない感情もいろいろあると思うけど、今回はね、そのやっかみとかね、そっちに振っちゃったけど話を。でもみんながうわーって動けてねえよってもがいてたり苦しんでる時間があったとしても、実はそれはじゃあ明日か分かんない、2日後3日後か分かんないけど、その時に動くための活力、そこのなんか溜めてる感じ、エネルギーをうおーってやりながら溜めてるんだって今。そうっていう瞬間だと思ってほしい。瞬間で切り取るとさ、ダメ出しが続いちゃうから、そうじゃないんだってっていうのを最近思ってる伝わった？大丈夫かなだからめっちゃアバウトな話してるかもしれないけど、でもなんだろう、学生の時でさ、あ、俺だけなんかな、俺だけじゃねえと思うんだけど、うん、みんなのコメントとかリプ見てると思うけどさ、そういう瞬間って多いのかなって思って、そうだからそういう瞬間がすごく無駄じゃないんだよっていう、きっとそのもがいて YouTube 見ちゃってる、で YouTube 見ちゃってる自分にへこんでるでしょ、でもそのへこんでもうクソって思っていつか振り切って始める時が来る、それが一日でも早い方がいいよ、いいね、一日でも早い方がいいけれど、そこの感情をうまくコントロールするっていうのをなんかある種楽しんでほしいなっていうふうに思ってます。はい、自分もね、今でも感情がジェットコースターみたいな男なんで、浮き沈みが激しいからね、大変なんですよ、生きてて本当に浮き沈み激しいから、けれどそれさえも楽しめるようになったらいいなっては思ってる、ある程度楽しめてるとは思うしね、今はね、と思っておりますので、そんな話を伝えたくてね、今回喋らせていただきました。はい、ということでね、先ほどじゃねえや、みんなが聞いてるのは夜だからだいたいね、今日の夕方ですね、ツイートじゃねえや、ごめんなさい、コミュニティ機能で流しました。あとツイッターでも流したんですけど、明日6月1日が一応まあ記念日なので、皆さんからもらったコメントをちょっと見ながらですね、6年間じゃない8年間振り返るって動画を撮ろうと思ってて、動画で使っていいメッセージを送ってくださいっていうのをやっております。このダラダラジオを聞いてるのがね、6月に入って以降の方もいると思います。その方はちょっと関係ないんで申し訳ないんですが、もしね、今日5月31日に聞いてる方がいて、ちょっとコメントしてみようかなって思う方がいらっしゃったら、コミュニティ機能の方に見てもらうか、もしくはツイッターの方を見ていただけると、そのツイートありますので、そこ見ていただいて、参加してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。突然ね、思いつきでやったんでね、しかも時間ないからね、お蔵入りの可能性もあるけど、どうだろう。撮影が明日の6月1日のね、午前中にやるんですけど、その時までは全くエゴサとかもせずに、どんだけ来てるかも見ずに、行こうと思っているので、そんな感じでよろしくお願いします。はい、ということで、ね、ちょっと長くなりましたが、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。では、来年じゃない、どうした俺、来週ですね、9年目一発目のダラダララジオは特にね、特別なことはやりませんが、また何かね、喋っていきますので、よかったらまた聞いてみてください。では、今週のダラダララジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。